NSC の時の話なんですけど。もう NSC の時の話。いや、いいじゃないですか、NSC の時の話でも。いや、まあいいけど。どの NSC の話なのか知らんけど。いや、NSC で、まあ、同期がナイティナインとか、はい、矢野兵道とか、まあ、星ちゃんもそうなんですけど、はい、ほんで、ナイティナインの矢部と、で、矢部がその時付き合ってた彼女と、で、星ちゃんと、あと星ちゃんがその時付き合ってた、さっき名前出ました、よっちゃん、うん、よっちゃん、ほんで、矢部の友達のその時付き合ってた人、ほんで、僕で、僕に紹介してくれる佐藤子、名前言わんでええわ言わんでええわを言わんでええわで、女の子とみんなでバンで、滋賀県にキャンプ行こうっつって、で、行ったんですよ。で、みんなでわー言うてて、こう、楽しいなー言うてて、だいぶ緑が増えてきたなとか言いながら、こう山道を走ってて、で、窓開けよう言うて、その方が気持ちええわって、夏やったんですけど、もうクーラー止めてガー開けたんですよ。で、あー山の匂いやなーとか言うてて、で、矢部が運転してて、その横彼女で、ほんで、よっちゃん、ほっしゃん、俺、ほんで、後ろにその友達と僕の女の子が座ってたんですよ。で、窓を開けて、こうなんかバーってやってたら、ほっしゃんの彼女のよっちゃんが、いやー、何これ、おっさくんってなったんですよ。ね、ほなら、よっちゃんでこう、なんか、そば味みたいな出てたんですよ。たまたまいたな。ありがとう、よかった今日お前で。で、窓開けててこうやってる時に、ここにスズメバチが入ったんですよ。で、ブーマー言うてるんですよ。で、何これってなって、ほな、おっしゃんもうわースズメバチだっつって、なるよね、うまくやっちゃうって言うて、ほな、もうこうなって、やめろ刺される言うて、おっしゃんなんかわからないんですけど、自分の履いてたスニーカーでうわーって言うて、ここバーンとついたんですよ。よっちゃん、もう殺そう思って、よっちゃん、よっちゃんのもう全体をって、よっちゃんごと、よっちゃんごとしたよ、この距離でですよ、うわーって言うて、ほんならよっちゃんバーン叩かれて、よっちゃんも腹立ったんかなんか知らんけど、ほっちゃんをバーンとついて、ほっちゃんが、まあ、励みやな、はい、言うて、はい、いや、スズメバチが言うて、ほらスズメバチも絡んでたんですけど、もうこれぐらいで一応行けたんや、やばい言うて、止めてこうやって落として踏んで、やばなかったな言うて、で、ほっちゃんとよっちゃんがそこでなんか仲悪なってもうたんですよ。それはちょっと遺恨残すわな、結構な赤身でしたから、紐の跡がこれって出ましたから、こう遠心力で行ったその紐の跡がついてましたから、ほんでこれはちょっとまあしゃあないかと、ね、で、まあ何やってても僕らが楽しいやってんのに、星ちゃんが、よっちゃん焼けたでって言ったら、いらん、ああ、怒ってるわ、いつまで住んでんねんなって命の恩人なんやでとか言うたんですけど、ずっと喧嘩してるんですよ。ほんで、もうそのまま一泊して、ほんで次の日、じゃあ帰ろうか大阪にって、で、ずっと空気悪いんですよ。何やねんって言って、もうええやんって言ってんねんけど、まああんだけど疲れたのなと思ってて俺当時、今はなくなったんですけど、琵琶湖タワーってあって、で、琵琶湖タワーにこう滋賀県で寄って、で、どうしよう言うて、なんかゴーカートあるし乗りに行こうか言って、やべやらと、で、降りて、星ちゃんとよっちゃんどうするって言ったら、俺ええわ、行っても面白くないしみたいな、でもいつまでやってんねん、どうすんの言うて、あれもう住んで出たから、もうええわ言うて、俺らで行こう言うて、俺ら1時間半ぐらいゴーカートわー言うて遊んでたんですよ。で、車のとこ帰ったら、車がちょっとうっすらちょっと曇ってるんですよ。え？と思って、ほんでバンのあれをバーンって開けたら、くっさーってなって、むちゃくちゃ臭いやんこれ言うて、何やねんこれ言うて、おじょむちゃくちゃ臭いやんこれ何って言ったら、仲直りのエッチしてんって言う。くさー言うて、昨日お風呂入ってねえし、くさー言うて、ちょっと窓開けてっていう、そういう話ですね。何やねん、もうええやんけ、いや、まだ寝た、いや、何やねん、急に曲がるやん
もうええやん、もうすんばしろバーンで終わっといちゃええやん、終わっといたらええやん、そうやんな、ね、あそこマックスやんな、ジャムジャムです、スズメバチの動きでマックスやんな、なんやん、ホッシャンの動きはもうええわいや僕の中ではやっぱ仲直りのエッチっていうのがおもろかったんですよ、まあね、帰ってからしてくれって、濃い感じはあるけどな、むちゃくちゃ臭かったんですよすいません、でスズメ、ごめん、スズメバチどんな、どんなんなって、ここで死んでる時、死んでる時もう低く言っちゃってそこでそれでええねん、そこでええねん、いやホッシャンのそれはいらんわ、ホッシャンも多分そんなんやったよ、似てますね、ハチとね車の中でそんなんやったよ、ホッシャンも目つぶってたよ、目つぶりながらスズメバチ目つぶってた、はい、そんなもう星田さんとスズメバチでいい、おまあこれ年齢的なもんなんですかね、まあ、頻尿になってきてるのかな、もう今日でもこれ収録長いでしょ、もうそろそろちょっともう、はいはい、催してくるんですよ、はい、多分膀胱がもうそうなんでしょうね、はい、でも映画でも2時間半ぐらいになるともうちょっともう不安ですよ、でも映画館行ったらもう、まあ、もう当然その前におしっこするんですけど、それでもまあもう1回ぐらい行きたなるかなぐらいの感じなんですよ、そんなこともありながら、まあ、年末ねちょっと歯医者さん行っとこうと思って、はい、やっぱこうね綺麗に、うん、口の中クリーニングしようかなと思って、はい、で行ったんですよ、はい、大体あれ40分ぐらいかな、45分ぐらいですよ、大体最初から終わりまで、でまあその歯医者さんが始まったんですけど、はい、20分ぐらい経ったぐらいですかね、あ来たなっていうこの尿意がね、これ微妙やなと思って、まあ、20分じゃないですか、でまあ、あと20分なし25分うん、どうしようかな言おうかな、でもねもう本当にもう椅子がもうほぼフラット状態のもうベッド状態ですよ、はい、でここ紙エプロンみたいなのつけて、はいはいはい、もうライトここまであって、でその歯科衛生士さんがもうここまでこう来て、うん、こうやってる時に、はい、トイレ行きたいですって言えます、そうですね、ね、はい、これまず言ったところでこうって下連れて行かれますよってあの水圧バキュームね、口の中で屁こいたみたいになるじゃないですかあの恥ずかしさもあの恥ずかしさも嫌やし、でまたそこの歯医者さんは、うん、歯医者の中にトイレがないんですよ、ビルの中の歯医者さんはね、出て、はい、でまたその廊下をねほんと2、30メートル歩かれるんですよ、もうそんなことをいろいろ考えたら、はい、いやこれはもう僕もあと20分なんとか我慢しようと思って、はい、でも必死で我慢するんですよ、はい、でもあれってやっぱり時間がね解決するもんじゃないじゃないですか、はいはい、もう波もあるし、はいはいはい、もう本当にあのチンビルをやるんですけど、チンビルをねチンビル先っちょのチンビルをねあーこっちね、こっちねチンビルからもなるじゃないですかでやっとこう波が収まったかなと思ったら、あのインターバルでうがいしてください松本さんっていうのがで紙コップバー打ったらシャワーなる、これになりたいと生まれ変わったらこれになりたいと思うぐらいのあれでまたすっごいこううわーもう押すんですよ、うわどうしようかなどうしようかなと思いながら、まあでももうちょっとかもうちょっとかも時計見ながら、あなんとか耐えれるかなんとか耐えれるかと思って、で松本さんはい終了です、ありがとうございます言ったら、その歯科衛生さん終わりで、そこの歯医者さんの一番偉い人が、大体いつも来るんですけど、どうですか松本さん、なんか気になるのでも、そんなにないです、そんなにみたいな、そこ気につくかなみたいな、それほどはないです、それほどみたいな、いやいや、違います、なんか、ちょっとね、起きた時に、ちょっとなんかたまに、全体的に、こう、歯が浮いてるみたいな気がするときは、わ、ありますかねみたいなことを言うたら、それはね、みたいな言い出して、もうそこからすっすごい長い説明があって、寝てる時にどうも歯ぎしりしてたり、歯を食いしばっているんですよ、はい、だからどうしても気になるようならマウスピースとかした方がいいですよって、ああそうなんですかって言いながら、もう途中でもう僕も白目向いてる状態になっちゃう、分かりました、俺歯ぎしりとか多分してないと思うけどね、ああじゃあ気つけます、はい、もしあれだったらまたちゃんと一から診察してもよろしいんですかもう大丈夫です言って、はい、これでそのもうお支払いして、はい、やっとできるじゃないですか、はい、でその歯医者バーン出たらもう早歩きですよね、はい、その早歩きで出た時に俺の真ん前に俺よりちょっと遅いぐらいの早
さんがいるんですよ。たまんないことないですか、こいつ歩いてくれたら抜けるんですけど、結構早いんですよ。でも俺ほど早くはないんですよ。でも俺走ったら絶対出るから。そうですね。で、うわ、こいつどうしようか、抜くにも抜けない、抜くにも抜けない。ずーっと俺の前に行きながら、そのままトイレを一緒にそのまま入っていって、空いてる小便器の底に、一個しか空いてなかった小便器にそいつがスッと入ったんです。で、僕も横で、うーんって叫べないんで、うーん入ったら、歯ぎしりしてる。いやああいうことってあるんですね。髪悪いですねそれは。なんなんでしょうね。いやー疲れた。でも僕思い出ましたけど、あのおしっこしてるとこで、はい、そ後ろで待ってましたけど、はい、やっぱり意外と放物線って見えますけどね。え？いやだからその今、うん、アスカはどうでもいいんだよ。いましたどうにやってもあいつがすごい目で俺のこと見る。私 の, あの、はい、まあ、同じ業界の人なんですけど、まあ、バイアグラがこう流行り始めたんで、あれはやっぱ画期的でしたね。それであの、まあ、奥様のいない時に、はい、まあ、ちょっと有名な人なんですよ、名前言えませんが、はい、お家でこう小分けしてたわけですね、はい、こうなんかこう、なんか変化の拍子でそのバイアグラがコトンと落ちて、はい、下 の, あのフロアに落ちて、はい、コンコンと向こう行ってた、はい、そしたら向こうからですね、はい、飼ってるその大きな犬がバーッと来て、大型犬、うん、そのバクッと、はい、ペルッともう飲んじゃったわけです、はいはい、そしてその瞬間を、はい、どうしようと思って、はい、怖いですね、もう飲んじゃって、はい、まあ、10分20分まだ症状出ませんよね、はいはいはい、で30分ぐらいしたらですね、はいはい、犬がぐるぐる回り出しちゃった、リビングの、まあ、中型犬だけど、中型犬、そういうもんですか。で目がちょっと充血してきて、そして今度腰を振り出しちゃった、ずーっと振り出しちゃって、この、ね、あの椅子のこのね、うん、はい、このこういう椅子あるでしょ、はいはいはい、こういうところにこうくくっこうやって、はいはい、やり始めて、で今度はそこが物足らず、今度はそのご主人の足にこう、はい、もうずーっと止まらないわけです、はい、もう、はい、そうやってるうちに奥様がですね、はい、あのカッキンポンって帰ってきた、はいはい、そしたら奥様の方へバーッと今飛んでって、今度奥様のその足のところでやり始めた、はい、ずーっと、それももう普通じゃないんですよね、はい、いつもでも違う、もうものすごい激しいわけです、はい、でパパどうしたのこの犬はって、はい、いやいや俺わからないって、俺はわからないって、なんかおかしいって、どっか連れて行こうって、こんなの初めて見たって、はい、もう一生懸命こうあの奥さんがもう慌てちゃって、もうどうするどうする、はい、いや行かなくていいよって、大丈夫だよ、はい、そのうち治るから、ね、大丈夫だからって、それとかも全然ずーっとその夕方までずっと、また夜も、はい、今度はベッドのところに入ってきて、はい、ベッドでずっとやり始めて、はい、どうしたのってパパ教えてって、はい、いや教えられないですよ、はい、自分も持ってるんだから、はい、だからもうそれがずっと明くる日まで続いて、夜中までずっと奥さんの布団でずっとやってたらしいです、はい、そういうバイアグラの犬の話です。気をつけないとね、だからやっぱりあれは動物とかね、いろんなもので一応実験するんでしょうね、もともとはね、まあ、害はないんでしょうけどね、だからやっぱり皆さんもね、こう分けるときはね、こう飛ばないようなところ、そう気をつけた方がいいですね、そういう話です。いやーね、もうちょっとですけどね、まあこれがさ、だいぶ前の話なんですけど、新幹線に乗ってて、ちょっと眠たいからこうやって窓側やって、僕こうやって寝てたんですけど、急にドンってなって、はい、ってなったら横でおっさんが乗ってきて、はい、あの結構ガサツな座り方されるやつで、結構ガッってなって、あのあーってなりながらわーってなってたら、もうなんかそんなおっさんに限ってなんか上に荷物置いてんのにちょっと忘れて、また取って置いて、またドンってやられて、またドンってなって、もうなんやねんな思って、もう腹立つわ思いながらこう目つぶっとったら、なんか一人でずっと暑いわ言ってるんですよ。で、まあ、夏やったからそれ暑いやろうと、ほんでもう別にもう一人で黙っとってええやん思ったら、アイス食べよう、アイス食べよう、新幹線のアイス、アイス食べよう言うてるんですよ。でも食べたらええやん思って、俺めっちゃ好きやからな、誰かおんのかなぐらい
むちゃくちゃ喋るんですよこれ、ね、ほんでもうそうなんや思いながらずっとなっとってね、ちょっと待ったら、まあ、アイスクリームを売りにお姉さんが来て、うん、ああお姉さんお姉さんって言うて、もう声のボリュームをだいぶ間違えて、ほんでもう来はって、ほんだらあのアイスちょうだい言うたら、バニラと抹茶がありますと、ほんならもうなんか焦りすぎてバニチャって言うてるんですよもうなんやねんな、何を焦ることあんねん思いながら俺もずっと目つぶってたんですよ。ほんでああじゃあごめんなさいバニラでって聞こえて、でなんぼ言ったら、まあ、その当時260円やったで、260円ですって言うた瞬間にそのおっさんが「え260円もすんねや」って聞こえて「ええわ」って言うたんですよまずめっちゃ楽しみにしてたんちゃうんかっていうのがあって「200円や思ってた」って言うんですよほんで「ええわ」って言うて、ほんでアイスクリームのお姉さんの声だけが「アイスクリームはいかがですか、アイスクリームはいかがですか、アイスクリームはいかがですか」って言ってもらったんですよ。ほんでずっと、ああ食べたかったなあって言うてるんですよ。で、あんまりにもうるさいから、パッて見たんですよ、おっさんの方。パッて見た時に、なんでそういうことになったんかは全然わかんないんですけど、パッて見たら、おっさん100円玉2枚目の上のして寝てたんですよ。なんでってなって、怖い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 よ。そっからずっと食べたかったなっていう。やばいやばい、やばいな。200円を握りしめてただと思うんですけど、なぜここに置いてこうしてたかわからない。うちの、まあ、奥さんの話といいますか、うん、まあ、もう嫁とも知り合って、僕18の時に知り合ったんで、うん、もう26、7年かな、もう長いですよ、うん、もう正直お互いいろんなことありましたし、うん、いろんなこと知ってるんですよね、うん、でも26年ぐらい経っても知らんことあんねやなっていう話なんですけど、はい、この間2人でちょっとリビングでくつろいでる時に、嫁が「あんたの好きな食べ物当てたろか?」って急に言ったんですよ。おいおい、まあ、もう26、7年ですから腹立つ導入やな、なんか。まずは麺類ね。幅広たちが幅広いな、広いね、もっと全部ない体勢と体勢ピンポイントなの、それ正解。そんな感じで言うのにピンポイントじゃないねやと思うんだまあまあ確かに麺類大好きです。1位もしかしたら麺類かな。で、同率ぐらいでお寿司、カレー、シチュー、全部当たってるやろって言って、もう確かに当たってるんですよ。当たってるな。で、全体的に汁物が大好きって言うところです。でも確かに当たってるんですよ、間違いなくそうなんですよ。まあ、長い付き合いから全部当てようなって思いながら、この流れで来ると私の当ててみてるなと思って、こう自分の言われながら嫁の好きなもん考えてたんですよ。これ外すとまた変な空気になるじゃないですか。だからこれは当てなあかんなと。でバー、私の分かる、案の定来たわけです。来たそこやもん。まあぶっちゃけこれは当たるぞお前、もう26年から一緒やねんから。うんとな、1位はパスタやな、大好きやろ。うん、好きやけど1位違う。そうか。ケーキ、モンブラン大好きやもんな。1位違う。っていうかケーキの中でもあんたいつもモンブラン買ってくるけど、私1位モンブランちゃうからね。そこも間違ってた。だってモンブラン好き。モンブランは2位。でもいつも2位持って帰ってくるから、2位も嫌いじゃないから食べるけど、1位チョコレートケーキまず不正解って言われてる。お前はでもそんなものよりも一番好きな食べ物ある。他なんや。アボカド大好きやな、お前いつもアボカドのサラダ作ってくれ言うやんけ。うん、でも1位違うって。そっから20品目ぐらい俺言うたんですよ。結構言いますね、全部不正解なんですよ。26年付き合ってて、全然分からんと。これ以上言うとも無理やわ。もうごめん高三、ごめんほんまに申し訳ない、26年も一緒におって分からんかった、申し訳ない。なんなんって言ったら、もう1位缶コーヒー分かるか、分かるか全部あって1位缶コーヒー分かります。缶コーヒーまさかの1位缶コーヒーコーヒーではない、食べ物って言ってる中で。コーヒー好きな人おるけど、コーヒーじゃないんですよ、缶コーヒーなんです。ピンポイントでそれ、好きな食べ物という問いではちょっとトンチすぎますよね。はい、不正解って言ったらどっか行っちゃった。どこ行ったんや、どこ行ったんやっていう話です。大変やな。
新喜劇今100人ぐらいおるんですかね、若手が、はい、あのたくさんど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 ん入ってきているので、まあ、なんとなく100人おるんですけども、その中にはやっぱ辞めた人とかもおるんですが、まあ、いろんな子が入ってるんですけども、さっきの佐世、ね、桜井は結構、まあ、おしゃれで、まあ、生きてたんですけど、それよりも先におしゃれで生きてたやつがおって、そいつ中っていう名前のやつなんですよ。中ってほんまにあの中っていう中っていう、はい、まあ、中っていうやつ、中ほんでおとなしい、下手れ満開、本当に顔むっちゃでかいのに耳めっちゃちっちゃいみたいな、それは別にええわ、おとなしい感じの下手れ満開なんです。ほんでまあおとなしい、まあええ子なんですけども下手れ満開なんです、ずっとこうええ子なんじゃない、はい、ええ子なんですけど下手れ満開、おとなしい、何回言うねん、下手れ満開ずっと中っていうね。で僕もああちょっとこの中に中さんいらっしゃったら失礼なんですけども、本当にその子ずっと見てたら、いや中っていう名字も大変やな、小屋分も大変やけど中って大変やろなと思って、中村って言われた時もピクってなるやろし、中村とかいうそのえあってなるやろな、だから多分耳も小さくなってきたんかなとかそのやっぱ中村とか中田とかそういうのをこう遮断したいから耳小さくなってきたんかな、逆にでかなるやろ、よう聞かなあかんやろかなとか思いながら、そのヘタレ満開のやつの横顔ずっとこう見てたんですよ。ヘタレ満開ってそいつが唯一ヘタレでおとなしいし、おとなしいのに生きるところがおしゃれポイントだけなんですよ。ほんでそのお金もないのにダッサいのに頭でかーっていうスポガリみたいな人で耳ちっちゃいくせにすごいおしゃれにこだわってる感じだったんですよね。で僕はまあ大阪でまあちょっとこのおしゃれな街みたいなとこ住んでるんですよ。それはたまたまですけども、お経でいうところの代官山みたいなところでしょうか、周りに服屋さん、カフェ、美容院ばっかりがあるようなところに住んでるんですけど、まあ公園そのところで娘遊ばしてますから、その帰りすぐにちょっと服買いに行くとか、ほんだらある時そのヘタレ満開中君が、小籔兄さん、あこのセレクトショップ行ってるんですねとか、え、何とかって、なんとかっていう店、小籔兄さんよう行ってるって聞きましたけどみたいな言で、あれその店おいどこと、あの公園の前に、ああ公園のあこのとこ、上のとこな、ああ、うん、あれちょうどあの公園の帰りにちょっとあこ結構揃ってますよねとか言うてくるんですよ、うん、これ見てください、これアディダスとどこどこのコラボなんですけどとか言うんですけど、あそうね、僕は別にそんな興味ないから、あそうなんへー、あそれあそこの店で買ったんちゃいます、これね高かったでしょう、すごい欲しいなと思ったんですけど、うん、っていう感じなんですよ、ね、あそうなーとか言って、まあそのね後輩ですからおいとか言うこともなく、あそうなんへーとか言って、ほんですごい自分は新喜劇の若手の中ではもうおしゃれはいけてると、他の部分では負けてるけども俺はもうおしゃれだけでは勝ってるみたいなのがちょっとチラチラ見える子やったんですけど、僕ら新喜劇の衣装っていうのはもう全て用意されるんですよね、大月衣装さんに服を用意してもらって、波原さんに靴を用意してもらうんですよ、なので全然それはもう着たいもん着てるというよりも用意されたもん着てるだけやから、別にその服には何もこだわりないんですけど、ある時高橋靖子さんという女の人がサンダル履いてたんです。サンダルって大体先っちょこうなってるんですけど、そのサンダルはたまたまこうなってたんですよ、こう分かります、先っちょがスパンって切ったみたいな、まあ、それを履いてたらしいんですけど、僕全然知らなくて、初日前ですかね、バーって台本読んで、あどうしようとか思って、ね、高橋さんもここにいた、ほんでそのさっきのヘタレ満開おしゃれ野郎の中君がバーってその安子さんのサンダルがすごいおしゃれやと思ったんでしょうね、初日やからほんまに芝居の話以外別にせんでええのに、やす子さんのサンダルめっちゃおしゃれですやん、トゥーがスクエアですやんって言ったんですよ。なんやそれお前、トゥーがスクエアってなんやねん。で僕もセリフ覚えなあかんし、ね、内場さんからいろいろ言われてるからこう、あーいやーって言って、トゥーがスクエアですやん、やす子さんもあ、うんって、別にね自分がこうたサンダルやったらそやねんとかですけど、ただ渡されて履いてるだけで、そんな衣装に何のこだわりもないのに、やす子さんのそのサンダルめっちゃおしゃれですね、トゥーがスクエアですやん、あ、うんってなって待ってみたら耳真っ赤っかでしたけどというお話でなんやねんこれおしゃれで生きるだけのやつはカスばっかりです。だいたいしゃくれんねんなお前、嫌なやつにしゃくれ、嫌なやつほんましゃくれてるよ、苦闘点でしゃくれんねんなんかこうなんで君がおしゃくれんねん。の2週間ぐらい前なんですけど、仕事をしてまして、そしたら携帯にちょっとメールがあったんで、ちょっと見たらうちの嫁から電話が、あのメールが入ってて、で子供ちょっとおばあちゃんとか預けてちょっと買い物したいので今買い物中ですみたいなメールが入ってたんですよ。ああそうなんやと思いながら、でまあ仕事はーって終わって、思ったより早く終わったんですよ仕事が。あどうしようかなと思って、まあまあまあ
じゃあ家帰ろうかと思って一回家帰って、はい、だまだ帰ってきてないんですよ、はい、で家で一人で、ああまだ早いしどうしようかなと思って、はい、誰かと飯でも行こうかなって携帯こう出してこう、はい、なんとなくこういじってたんですよ。今までそういうとこめったにいじらないんですけど、その日に限ってたまたまカレンダーのとこちょっといじって、はい、うん、そしたら結婚記念日って出たんですよ、はい、え、はい、え、マジかと、はい、ついてんのかついてんのか知らんけどやったと、うん、危ないとこやと、うん、何してんのよ、あ、じゃあ子供預けてんのも、はい、買い物してんのも、もう全部伏線やそれ、はいはい、だからもう多分プレゼントも結婚のプレゼント、はい、あ、どうしよう、やばいやばい、俺何にも買うてないしどうしようどうしようと思う、はい、ちょっと落ち着け、ちょっと落ち着け、で一旦あえてちょっとクールダウンして、はい、ちょっと低いトーンで電話したった、はい、もしもし、もう帰っていたけど、みたいな。あ、そうなんだ、はい。ちょうどご飯もあれだから、もうじゃあもう一緒に食べるとか言って、はい、何度か行ったことある店、もう、じゃあそこ行っとこうか。はい、完全に予約してるじゃないですか。二、はい、人きりでね。完全だよ。でも、うん、まあでも、そんな腹減ってへんけどな、とか言って。バッキもうバックバックで、はい、もう完全に向こうが言えへんってことは、はい、俺言ったら思いっきり言われますよ、はい、もうコーナー追い込まれてボッコボコで、やばいっしょ、はい、やばいっしょ、今からプレゼント買いに行く時間もないし、はい、うわどうしようどうしようと思って、はい、とりあえず今まで結婚してからほとんどつけたことない結婚指輪を、はい、つけていったろ、はい、正直どこにつけるかもわからんからヤフーの知恵袋で調べてわかるでしょ、ここじゃないでしょ、ほんであえてちょっと遅れ気味で、はいはい、わー行って行っていきなり来られたら辛いから、はい、もうね座ってましたよ、はい、嫁がね、はい、座ってるところにもう結婚披露宴さながらに、はい、ビッカーして、はい、うーわー行ったったんですよ、はい、試しが、はい、ほんなら嫁がパッて見てふーってなってるんですよ、はい、もうね、はい、用意してた言葉は、はい、結婚記念日ぐらい覚えてるっちゅうねん、はい、うん、そしたら嫁が、はい、10日前に終わってるけどって言われて、僕カレンダーの付け間違いしてたんです最悪ですやん、付け間違いですか、もうそこから15分苦笑いこの前終わりますよ、15分、全部たまたまやつ。全部たまたま。去年ですね。去年。ちょっとうちの父親が、うん、体悪なりまして、手術して入院したんですよ。で、まあ結果は全然大丈夫やったんですけど。うん、で心配やから手術した後からずっとしばらく行ってて、うん、でお昼ぐらいに大体お父さん大丈夫かって言ったんですけど、うん、お昼ご飯の時に、うん、手術後ってこう血糖値がめっちゃ上がるんですって、だから血糖値を調べてから血糖値が低いとご飯食べてもいいみたいな、うん、で毎回こうお昼に測りに来たはって、で大丈夫かって大丈夫や言ってよかったな言うて、で宮川さんちょっと測りますねって測って、なここにちょっとなんか細いのでこう刺して、うん、その血をなんかにこう乗せて血糖値測るんですよ、うん、で宮川さん測りますねってで測って、ほらあれ血糖値高いですね、なんか食べはりました、いや食べてへん言うて、うん、何も食べてへん、あそうですか、じゃあちょっとインシュリン打ちますね、うん、いやもうインシュリンやめてください、もう嫌なんです言うて、うん、でお腹めくってうわって打ってうわ、ん、言うて打たれて、で、あ、大変やなお父さん言うてたんですよ、で2日目行って、ほんでもう一回お昼ぐらいに行ったからまた調べます言うて、でやったらまた血糖値高くて、あれ宮さんまた血糖値高いですね、おかしいですね、こんななんか食べはりました、いや何も食べてませんで、おかしいなと思って、その看護婦さんどっか行きはった後に冷蔵庫を開けたら、うん、焼きプリンビッグみたいな2つとでかい方で、で炭酸飲料で乳酸飲料、ほいでなんか缶詰のなんかフルーツのゼリーみたいな、でいやお父さんこれ食べてるやん、いやもう我慢できんやん、いや
もうあかんって、これ今はおとなしい人かなあかん、これ持って帰るねん言って、で絶対食べたらあかんで、ほんまに言って、今は大事にしとかなあかんって、うんうんうん、分かった、お前の言う通りやな、ほんまに悪いなって言って、うん、いやいや、なかんでええから頼むし、もう食べへんかったらええねん、うん、元気になってから食べようって、うん、でまた次の日行って、うん、でまた測りに行きはったんですよ、うん、俺また高かったんですよ。で、ちょっとお父さんで、もう看護師さんいる前で言った方がええわって、うん、お父さんなんか食べてるやんって、うん、いや食べてへん、いや食べてるやん、またこれは言うて、親子喧嘩始まったんですよ、うん、食べてるやんって、何食べたんって言ったら、もなおって言ったんですよ。夜中の王様のモナオでっかいやつや、あかんねん、腹筋みたいなやつやろ、もうでっかいモナオ食べた、腹筋みたいな、ほんでお父さんモナオあかんやん言うたら、わかった言うて、もうモナオ食べなさい言うて、飲酒料食べてた、腹筋してやって言うたんですよ。腹立つな、もう、いや腹立ちましたね、商品名で言うね、腹立つ、もう今は元気になってんな、はい、大丈夫です、ドンキホーテで、うん、ドンキホーテ一目惚れして買った自転車が2週間で盗まれたんです、はい、うん、わー、うん、で、もう本当に世知辛い世の中やなって思って、もう怒りがもう収まれへんですよ、うん、でも本当に気に入ってたから、ほんと使わないんですけど、なんか色合いとかも好きやったから買ったんですけど、ほんま普通にマンションの駐車場置いてたのに、まあ入れるようになってるんですけど、それで盗まれて世知辛いなって思ってて、ほんならあの近所の、そのドンキホーテの近所の自転車屋でもう買いに行こうって、とりあえず自転車いるからって探しに行くがってら行ったらあったんですよ、あって、ほんであのそのおっちゃんにもう世間話で自転車ありますって言って、あああるけどいっぱいって言って、うん、なんかあの盗まれましてんって世間話で、買って2週間で盗まれたんすよって言ったら、あのこのもうあかんよ東京はみたいな、ダメだよ東京はって、そんなね、だからあの鍵なんか何個つけてても一緒、そういう悪い業者が積んでいったりするから、もうあのだからそんないい自転車買う、買ったからでしょ、だからダメだよって、もうそんな安くてもう出したやつ買ったらいいんだよって、そんなありますって言ったら教えてくれたのが僕が買った自転車と全く一緒。へえ、何がダサいんすかこれ。の、ね、人それぞれの、そうな、切ないな、切ないな、腹立つな、切れてたら何や、切がないな、切がないわ、ほんまよっぽどついてないってことあるな。いや、お子さんもねおられますし、はい、ちょっと霜が続いたんで、ほんとほんと、ね、アットウォーミングな、うん、ね、そうよ、22、3年前ぐらいの、うん、ほんまにね、あの今日みたいな、そのあの時期でした、うん、もう真夏、はい、ね、祭りの営業かなんかに行くんですよ、うん、まあ、暑い日で昼の2時に大阪の梅田に集合なんです、待ち合わせ、何組の芸人とあの行くんです、もう若い時に、1時半ぐらいに着いてもだ、えらいちょっと早めに着いてもだ、暑い、もうそれこそ夏休み、もう人もすごい時に、どうしようかな、あの 地下街があるんですね、大阪梅田に、その地下街ってあれ日本で一番大きい地下街らしいんですけど、すごい地下街があるんですよ、あ、じゃあ30分ぐらいまそこで時間潰そうかななんて思ってたら、向こうから健太郎健太郎って言って、うん、お母さんがもうほんま泣きそうな顔して、うん、健太郎を探してるんです、うん、健太郎、あ、迷子か、かわいそうにななんて思いながら、健太郎健太郎ってなぜかお母さん俺んとこ来て、あの子供見ませんでしたかって言うんです、で、え、いや、あの小学3年生で、あの半袖半ズボンで、あの虫取り網を持ってるんです、いや見てないですね、あ、そうですかとかで、またケンタローケンタロー言って、もう汗ぶわーかきながら探しに行きやりました、かわいそうになーなんて思いながら俺地下降りて、うん、ほんでなんだかんだこういろいろ見てたんです、ちょっと本屋入ったりお土産はこんな売ってんねんなとか思って、パッて見たらぶっとい柱に半袖半ズボンの虫取り網持った子がこうやって普通に立ってんすよ、あれ、ね、絶対やん、何にもその動じることなく普通に、もう巣中の巣、うん、絶対やん、おい、ケンタロウやろって言ったら、うん、言って、え、
お前おっかんめちゃくちゃ探してんぞ、うん、お前のこと言って、お前迷子やろ、ちょっとどうしようかなどうしようかなっつって、あ派出所にとりあえず派出所連れていこう言って、ちょっと行くぞ行くぞ言って健太郎連れて俺派出所連れて行ったんです、うん、ほんでまあまあ一旦よかったよかったどうしようかな思って、もう時間ももうそろそろ2時やしなとか思ったら、向こうの方から健太郎健太郎とかって声聞こえるよ、うんうん、あお母さんやん思って、俺そこまでバー行って、うん、バーって見たらもう号泣してたお母さん、健太郎健太郎言って、お母さん健太郎あの見つけましたよ、うん、今とか言って、あの派出所まで連れて行きましたから、ほんまですかありがとうございますとか言って、お母さんと一緒に派出所行って、うん、お母さんは派出所入って、あんただから離れたあかん言ってねえろー言って、もうめちゃくちゃ健太郎怒られてるんですよ、うん、けどまあ結果見つかったから俺はまあよかったよかったと思って、うん、ねあこれでまあ健太郎怒られとるけど、うん、まあまあよかったなと思ったら、おかんはその見つかった嬉しさでも腹立つ感じ、うん、でももう二度と健太郎と離れ離れになりたくないっていうことでそうなったんでしょうね、行くでー言うておっかん出てきたら、健太郎の虫取り網を健太郎に引っ掛けてパニック、そうだ採集してもうたよ、採集あったかいなあったかいなんていうんですかね、こうパッとピーンと張り詰める瞬間っていうのが多分あると思うんですけど、はいはいはい、本当に張り詰めてわー怖ーというか、うん、シーンとなる、もうお葬式場のピーンっていうシチュエーションっていうのは皆さんも体験されたことあると思うんですけど、ある時あの山根師匠、チャンバラトリオの山根師匠という方に、あの僕たち若手が盾を教えてもらうという機会がありまして、はい、あのまあ吉本で盾を教わるとなればもう山根師匠なんですけども、そう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 、ほんであの僕たち若手、まあ野生爆弾とか、まあロザンとかキングコングとか中に混じって僕も盾を稽古してたんですけど、ただ朝8時から11時ぐらいまで、まあ毎日それが続いてたんですけど、ある時7時50分ぐらいになってもロッシーの姿が見えないんですよ、でこれちょっとまずいぞと、山根師匠なんてめちゃくちゃ偉い方やのに、しかもちょっと怖い、怖もてじゃないですか、これ絶対とちったらあかんなと思って、僕速攻電話したら、すいません今起きましたってなったんですよ、うわ最悪よ、お前何分後に来れんねんって、30分ぐらいですすぐ行きますって言ってなったんですよ、で僕も山根師匠に伝えたら怒りはるんかなと、あそうですかじゃあ待ちましょうみたいな、うわうわ静かにギャッホワーってなって、まあ、その間もピーンってしてて、山根師匠とそれで孝太郎さんという、まあ、山根師匠の助手みたいな方です、うん、お弟子さんなんですけど、そのまあちょっとちっちゃい宇崎竜童みたいな感じの方、まあ実際にそういうモノマネされてるんですけども、見た目コミカルなんですけど、まあ、さすが山根師匠の相方というかその弟子ですから、もう盾の腕は一人前というか、もうすごいんですけど、でその方と二人でずっと待ってる間もシュッシュッとこう素振りをされたりとか、うん、でまあちょっと段取り今日はこれをしてようかみたいなことをひそひそとやるでシュッシュッやってるんですけど、ピーンとしてるのに、うん、山根師匠と孝太郎さんがシュッシュやってるからもう余計こう張り詰めてきて、若手たちはもう震え上がるというか、うん、っていう感じだったんです、うん、ほんだらもう朝バタ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 って遠くの方から音聞こえてきて、ほんだらもうスライディングするかのように、うん、もうロッシーも山根師匠の現場とちってもうと思ってるから、うん、すいませんでした本当に遅れてすいませんみたいな言うてます、うん、ほんだら山根師匠がつかつかと言って、いやもういいです頭を上げてさっさと練習しましょうみたいな、うん、怒ってないんですけど、うん、めちゃめちゃ怖いんですよ、うん、怖ー思って、ほんだらじゃあ、今日はちょっとあのしんどいですけどもこういうメニューでいきましょうみたいなことで、まああの言うとですね、こうしゃがむ感じなんですけど、うん、しゃがんでこう振れと、あでこうこう歩きながら前へこう端から端まで行ける、ちょっとうさぎ飛びというか、あそれなんでこれをしてるのかというと、そのお前らはピッてやった時に刀が止まれへんとふにゃっとなる、それをここでピチッと止めなあかんねん、でもそれできてんがそれの練習でやると、切っ先を絶対に地面につけてはいけない、もう刀というのはかけるから、もうそれ木刀なんですけど絶対当てたらカツってなるから、カツは絶対あかん、シュッてやって早く、しかもギリギリのところで止めろ、こんな離れとったら絶対あかん、ギリギリのところで止めろ、当てたら絶対あかんってなったんですよ、メニューも厳しくなったし、なんか要求されることもちょっと怖なって、いやちょっと怒ってはるやんみたいな感じになってる中、
ええー、思ってたら、孝太郎さん、じゃあ見本を見せなさいみたいになったんです。うん、だから孝太郎さんという、まあ、ちっちゃい宇崎竜斗がポニーテールみたいな感じで、で普段はちょっとブーツみたいな黒のブーツをいつもお履きになられてる孝太郎さんが、孝太郎さん見本を見せなさいと、はっ言って、その時もちょっと空気をさせたんだ。はなんか言ったことない、ここ数日、やっぱこう空気がこないなってるから、孝太郎さん見本を見せなさいと。はっ言ったんです。まあ、はって聞いたことないな。まあ、孝太郎さんも今日はピリッとされてる。そうだよね。もう絶対笑ってはいけない。シーンとした中、はっって言って、しゃがみはって、いきます、しっ、カツって2回目だった。僕、このボケ、こら、思って。笑ってまえねえか、これ、思って。誘ってんのか。張り詰めてて、見本見せろ、はっ言ったくせに、シュッ。カツってもう渡したの。でも全員体くるじゃん。やばい。みんなこうです。でも山根さんもずっと微動だし。あれ当たったのになと思いながら。孝太郎さんもシュカツ当たって、その次まだ続けるんですけど、うん、明らかにもう当たったの自分で分かってるから、うん、めっちゃ上で止めてる。冒険せえば上も。気づいてるやん、勝手に。日本になってんのも離れまくってるやん。みんなもうめっちゃ笑ってる。こいつほんまどんだけ笑かしたあかん時に何しそうもない歯言うたと勝つやれへんからだんだん笑けてきて、うわ絶対笑ったあかんわ思って端っこまで行くんですよ、どんどん離れたまま。で最後孝太郎さんが終わったらくるっと回ってピコってしちゃったんですよ、当たったくせにくるっとやったら山根師匠が、よしじゃあ今のように言うて、いや今のようにやれへんから当たってたやん、ええのあげてそうみたいな。はい、もうそういう小さい宇崎竜斗の方にされならんぐらい笑かされたことがあったので、まあまあ緊張があるだけで余計にね、はい、いい人なんですけど、まあ一緒、あのね、売れてないんですけど、うんうんうん、そのやっぱ売れてる人ってやっぱ持ってると思うんですよ、うん、物事がうまいこといくようになってるって言われてるじゃないですか、うん、まあ、売れてる人は運を持ってるというか、うん、僕売れてへんからやっぱ持ってないんですよ、これも全然出えへんし、まあ、出なかったな、うまいこといかんなって思うことが多くて、うん、僕は結婚してるんですけど、うん、あの3年前に結婚式を挙げたんですけど、うん、もうそこではもう持ってない、うん、もう売れへんわって思うことがあったんですよ、うん、いうのも、まあ、お金がなくてですね、うん、あの都内の複合施設の、うん、まあ、ちょっと、まあ、ちっちゃい会場を抑えて、まあ、家族だけで僕結婚式を挙げたんですよ、はい、まあまあ、お金はかかってないですけど、もうそれはもう感動に包みたいと思って、うんうん、もう2ヶ月間綿密に打ち合わせして、うん、感動をテーマに、うん、僕は奥さんを泣かして、うん、奥さんは僕を泣かして、うん、僕たちは家族を泣かせて、うん、ちょっとダサいですけど、まあ、感動をテーマにこう作っていったんですよ、うんうんうん、はい、でまあ、2ヶ月打ち合わせして、これは結婚式になるぞと思って、うん、当日迎えて行きようよと、ほんならその施設の前にですね、あの吉本興業からすっごいでかい花が届いてて、おうわと、こんな売れてないゴミカス芸人に、うん、よう花届けてくれるわ思って、うん、ありがとうございますと、うん、で吉本興業の花の後ろにハリセンボンさんから花届いてて、あれ3、4回しか仕事したことなくて、うん、わこんなことしてくれんねやと思って、でもちょっと、まあ、おかしいなと思って、うん、でハリセンボンさんの後ろに坂下千里子さんから花届いてたんですよ、うん、もうこれ絶対おかしいなって、うん、僕あの会ったこともないし、うん、テレビでしか見たことないのに、うん、なんやったらその僕坂下千里子って呼び捨てにしてるし、うん、テレビの前とかに、うん、それぐらいの仲良く、うん、絶対届くわけない、うん、坂下千里子が届いてるやんと思って、うん、で会場行ったんですよ、うん、ほんだら僕たちが結婚式を挙げるちっちゃな会場の隣のでかい会場で志村けんさんが単独ライブしてたんですよ、うん、こんなことある？いや一生に一回ですよ、結婚式の。それが志村けんさんの単独ライブの初日と被るんですよ。一番気合入ってる初日ですよ。初日と被ってると思う。でも僕たちはもう2ヶ月間打ち合わせしてますから、笑われへんと思って。もうそうなんやみたいな。もうちょっと噛み締めて。奥さんももう笑ったらあかん。感動の空気を崩したくないから。あそうなんやみたいな感じでなんとかそこ耐えたんですよ。でメイクルームにこう移動していくんですけど、志村けんさんの単独ライブのポスターがめっちゃ貼ってるんですよ。もろいわと思って。で慣れたと思ったら別パターン来て。
おもろそうやな、またポスターのやつ。で、チラッと見たんですよ、慣れた時に。パッて、ほんと見たら、単独ライブのタイトルが、志村魂って書いて、志村魂って読むんですよ。いや、これなんか、格差婚とか、年の差婚とかあるじゃないですか。これ何婚って言われて、絶対僕ら志村魂じゃないですか。これ笑ってまいそうとか。そう考えたらあかん、考えたらあかんと。で、メイクルーム行ったんですよ。で、メイクルームで、やっぱお金ないから、奥さんと僕、メイクルーム一緒なんですよ。で、まあ、メイクさんがバーッとメイクしてるんですよ、うん、で奥さんナチュラルメイクでね、うん、こうファンデーションでバーッとやってるんですけど、うん、あれこれメイクさんこう隣の会場やからこう繋がってんちゃうかって思うことあって、うん、手の僕そのメイクさんの手の甲に白い丸あるんですよ、うん、いやこれバカ殿も白やんと思っていやバカ殿こうやるとバカ殿も白あるやんうわめっちゃ笑いそうと思ってどこ打っても視界の端にバカ殿の城があるんですよめっちゃバカ殿の城動いてるやんもう手が見えへんくてもう白い丸がもうずっと動いてるんですよ、うん、うわこれ笑いそうやわと思ってで鏡越しにもバカ殿の城見えるしバカ殿の城やめろやと思ってほんだら奥さんとスタイリストさんが、まあ、そのメイクさんがバーッと話し込んじゃって話盛り上がってるんですよ、うん、早く帰れよ思って、うん、ほんだらメイクさんがこう腕組んで喋ってるんですけど、うん、俺売れてないからバカ殿の城上なんですよバカ殿の城が見えるように売れてないから売れてたら下やけど俺売れてないから持ってないからバカ殿の城上なんとかあるやん皆さんが もうもしそのメイクさんに当たったら絶対下すでも俺やからバカ殿の城上なんです笑いそうややめろや帰れよ思ってで帰ってくれてでまあ耐えてるからこっちはもうこれいけるいけると思うでバージンロード歩くってなった時に、はいまあ、僕らちょっとこだわりがあって、うん、バージンロードではそのパイプオルガンとか、うん、それこそキャンセルベースとか流さず、うん、あの親族の拍手だけで迎えてもらいたいっていうのがあったんですでも向こう側はいやちょっとパイプオルガン流してもその拍手が立つと思うんですけどね、うん、みたいないやでもそこはお願いしますみたいな結構問答があって、うんうん、で僕は流したくないっていうので決まったんですよ、うん、で向こうはしぶしぶああまあまあいいですよっつって、うん、でバージンロードバッて歩いてたら、うんめちゃくちゃ良くて曲なしが、うん、拍手がバーってもううるるるってなって、うん、もう正解やんと思って、うん、この賭け勝ったやん思って、うん、で司会のキスになって、うんまあ、パーンと静まり返るわけですよ、はい、その瞬間にウェー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 ってあの単独ライブのリハ音聞こえてきた志村コンの志村コンだな飛んだ志村コンやった嫁のお母さんが志村けんさんの花めっちゃ取ってるんですよ、まあ、そのお母さんがバーッと走り寄ってきて志村けんすごいなアディダスから花届いてたわいや知らんしん思い出なったやんかそれがまた一生に一回っすよそれどんな経験はないんやから昔なんですけど、僕の、まあ、結婚する前うちに連れ5人で夜中遊んでたんですけど夜中ちょっと小腹減ったなということでちょっと近くの弁当屋さんにジャイケンで負けたやつが弁当買いに行こうってジャイケンほいって言ったらストレートで僕負けましてほんなら俺ちょっと行ってくるわ言ってほんでみんなが口々にカレーとかなんか焼肉なんとかとか言うんでもう覚えるのも嫌やしメモってまで行くのもと思ってもうな統一させてくれと俺がこの世の中で一番うまい弁当はチキン南蛮スペシャル弁当だと思っているとそれを当日させてくれへんかなっていう話になってほんで分かった言うてほんでそれ買いに行くわ言うて弁当屋さん行ったらまあお客さんゼロやって、うん、すいませんあのチキン南蛮スペシャル弁当いつでいただけますかって言ったら、うん、はいって言って、うん、まあ店員さんが中で作り出してで僕そのカウンターのとこでこう待ってたら、うん、ちょっとまあ年下なんですけどちょっといかつめの2人がバーって入ってきて1人が俺唐揚げって言うたんです、うん、ではいでもう一人が俺チキン南蛮スペシャルって言うたら、うん、すいません売り切れですという話になって、うん、で洗ってなって、うん、なるほどね、うん、いやねんってまた一人がその唐揚げ言うた方が焚き付けるように、うん、人気ないわみたいな、うん、言われる方はちょっとうるさいボケほんな俺も唐揚げでええわ言うて、うん、どっか出て行ってくれたらいいんですけど、うん、僕の対面で待ち出したんですよ、いやこれはやばいなってなってでずっとこうじゃやばいぞやばいぞってなったらなんか奥のなんかミニカウンターみたいなところに僕が頼んだチキン南蛮スペシャル弁当が1個ずつ積み上がっていくんですシャレならシャレならもう4つになってもう5つ目なんかテトリスみたいに消えてくれへんかな思いながらねやばいやんって積み上がってしまったほんでこれやばい思ってもうババって立ってもう僕財布開けて言うてもお客さんは僕とその人しかいないその人らしかいないんでもうお金出してバッて行ってたんです、ほんで普通昼間とか混雑しとったら、例えばあの焼肉弁当なんかのお待ちの方って言うじゃないですか。でももう夜やし2人
しかおらんし、なんて俺も出てるし、金バッてなってんのに、その店員さんが、僕の顔この辺で、チキン南蛮スペシャル弁当、5つでお待ちの方って言うたんですよ。ほんならそれ聞いた、その、待ってるヤンキーの、みたいなやつの一人が、言うて笑うて、人気ないわ、売り切れとんねん目の前でって言いよったんです、はい、でこれやっぱ思ってもう金だけ払うて、でも帰ろう思って行こう思ったら、はい、その人気ないわ言われてるやつがなんかもうなんか言わなあかんって、はい、僕のとこバー来て、はい、どんだけ食うねんって言う。いやとあんな握り拳みたいな肉なんぼ好きでも5枚食うか思って年下やし消えたのかな思ってパッて見たんですけど、あまりにもいかすぎてって言うて、わらドラマが行ったんです。きつねやな、まあ腹立ったんやろうなと思うんですけど、ツッコミ間違うてるけどな。子供が僕にいてまして、はいはい、でやっぱ離れて住んでるんで、やっぱ教育っていうとやっぱ一緒に住んでるお母さんのが入ってるんですよね。で、留守番する機会があります。向こうに行った時にうちの子と僕だけでお母さん出かけてて、で遊びに行こう、公園に遊びに行こうっていう前に、トイレ大丈夫かって言ったら、あ、行っとくって言って、うんちをしたいって言ったんです。ほんで、まあまだちっちゃいから一応うんちもちゃんと拭くとこも見たらんとあかんからついていくんですよ、一緒に入って、うん、で、後から聞いたんですけど、その元奥さんの教育でお尻の拭き方を下手になったらあかんからって言って、ウォシュレットを使うのを禁止にしてるんですよ。でも使うなって言うたら子供って使うから、このボタンを押したらすっごいドリルが出てきて突き刺さると、うん、怖いね。だから絶対触ったらあかんよって言ってて、子供はそれを信じ込んでるわけ。ちっちゃい子供ですか、はい、ただその教育は僕知らないから、トイレやって出たって言ったら、あのな、これ押しって、普通にウォシュレットのボタンをこれ押しって言うわけです、僕真正面で。でも押しって言ったけど、子供にとったら愛する親父が死ねっていうことなんですよ。だから自ら押して死ねみたいな。で、すぐ僕は出かけたいから、何してんの、早押しやっていうわけなんですよ。子供は信じてるからもうガクガク震えてきて、どうしてんどうしてんって言うけど、それを理由は言わないですもん、恐怖すぎて。で、押されへんのか、パパ押したろかって言うと、いやーって自分で押すかなみたいな、もう葛藤なんですよ。パニックなんですよ。ドリルが出るのを人にやられるか自らやるか、どっちでも結果一緒やから、どっちでも一緒なんですよ。でパパに殺されるか自分でやるかっていうので、すごい葛藤があるんですよ。でどうすんねんって、もう早く公園から、もうどんどん暑くな、朝やったんで暑くなってくれ、日が出てって言うて、ほんともう泣き出したんですよ。やっぱ男の子が泣くと、なんでこんなことで泣くのってやっぱり悪いから言ってしまうんですよね。これなんで泣いて、なんや泣き、何があってん、説明してみって言うけど、まだその親に殺されろって言ったことを説明する術はないんです、気持ちもわからないから。で、押すでって言ったら、もう両手で僕の手つけて、待ってっていう、そうですね、ドリル出てくるなるわけです。ほんでもう自分でもう号泣で、でやっぱ決まるんですね、ああいう時って。子供って自分でも覚悟するんですよね。ほうほう、愛する人にそこまで言わないんだったら分かりましたって、パパ押してって言うんですよ。でそこの重大さがあんま分かれへんから、うん、押すでって言うて押したら、まあ普通にピューってお湯出るまで時間差あるんですよね。ウィンウィンウィンっていうのはもうドリルが浮かんでるわけなんですよ。音がなぽいわ、またで、ウィンウィンウィン言ってお湯あったって瞬間に、僕後から知らんと説明わからなかったんですけど、当たった瞬間に、パパありがとうって言うから、悲しいわ、めちゃくちゃ後から知りてむちゃくちゃ泣いてもて、お礼言うてたから、親に殺される子は最後お礼言うて死んでいくねやって思って。ちゃんと言ってもらう、すごい、なんかもう情緒が変になる、怖い、そうそう、どう聞いてか分からないよ、なんかちょっと泣きそうにもなる。お母ちゃんには長生きしてもらいたいんですよ、はい、
あのうちのおかんはほんまに破天荒な生物でして、僕を育てるために小学校、まあ、あの離婚しまして、うん、離婚して一人で育てるってなってから、うん、スナックで働くようになったんですよ、うん、でそれも深夜から朝まで働いて、なお酒も、まあ、結構飲んで、で人付き合いもしながら、で自分の子供のため の, あの行事事とかも自分なりには一生懸命やってたんですよ、うん、で夏休みにあの近所であのラジオ体操でハンコ、こうやってもうみんなカードでハンコもらうっていうラジオ体操、僕毎日皆勤賞で行ってたんですけど、ある時私も行くと、で保護者はあんま来へんのですけど、まあ、私もちょっと一回見てラジオ体操やりたい、一緒にやりたいみたいな感じで、で、まあ、僕のお母さんと一緒に行ったんですよ。で、まあ、お母さん、まあ、ずっとラジオ体操なんで、こう、わーっと最初やって、この辺ぐらいでもう、ってなってるんですよ。まあ、あの、ずっとスナックで、結構お酒を飲まれてるんで、朝6時ってなったらもう寝てへんので、ってなってた。で、まあ、中盤ぐらいになったら、あの、一番の難関の、あの、ジャンプがあるんですよ。これでガーってなって、開いた時に、あらららら。小学生みんなの前でゲロブワーって。で、そんなお母さんでずーっと育てられてきてるので、僕はでもこんなお母さんが大好きやったんですよ。で、先日、お姉から電話がありまして、もうちょっと、おかんがあかんと、もう全然何にも言うこと聞いてくれん。もうそれが原因なんじゃって言うてもうたんよって言うんですよ、うん、で何があったんって言ったら、最近あの喘息がひどくて、言葉の節々に昨日な、ヒー買い物行ったらヒーって言うん、まあまあしょうがないですよね。今あのおかんとおね別々のところ住んでるんですけど、あのお姉のところに遊びに来て、お姉ヒーお姉ヒー玄関で、もう何事やと思って、ほんでお母ちゃんどうしたんって言ったら、ヒー喘息がヒーひどひーってもう ひどいも言われへんのひどひーなってもってヒーって、もうお母ちゃんもう私んとこけんもう今度ええからもう横になっとき言って、でお姉の家に上がらして布団引いて横になってたら、ヒーヒーヒヒヒーンってなって、うん、お母ちゃん、あのな、もうほんまに大変なんやから、早くね、私らも行かれたら困るし、私らの言うことも聞いて、病院にまず行って、うん、薬をもらって、喘息の薬をちゃんともらって生活して、うんうん、ヒー、そんなこと言うても、ヒー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 、私だってヒーヒーヒーってヒートアップしてみて、なんでこんな喘息をヒーヒー、4人兄弟でって4人兄弟なんですけど、私だけがこのお母ちゃんの、自分のお母さんのお母ちゃん、喘息持ちなんですよ。私だけがこの喘息をもらってヒーヒーヒー、そうなってるのも私だって嫌だよ、ヒー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 ってもうヒートアップして、もうあかんよ、そうなったら私だけヒーヒー、辛いことばっかりヒーヒーヒーってなったんですよ。そのヒーヒーヒーって言いながらを、タバコ吸いながらずっと言ってた。ヒーヒーヒー言うて、お母ちゃんには長生きしてもらいたい。フジテレビ の, フジテレビの、まあ、あるディレクターさんがね、結婚されるってなって、はい、結婚されて、で、まあ、まあ多少芸人さんとかタレントさんなんかもこう来てる、うん、結婚式で、もうねめちゃくちゃ素敵な結婚式やったんですよ。その新郎新婦もほんと微笑ましい、あほんまにこうなんかいいなっていう結婚式やったんですけど、まあ、新郎新婦入場されて、ほんで新郎側の、挨拶でっていうんで、もちろんフジテレビの偉いさんがマイク持ち合って、はい、でやっぱりフジテレビですから、うん、ちょっと毒吐きながら、うん、笑いも取りながら素敵な挨拶されました、うん、次新婦側の先輩の方が挨拶されるっていうんで、女性の、まあ、キャスターをやられてる方がこう挨拶されるんですよ。本当に本当に今日はおめでとう、いや本当にまあ、かめま、本当にマッキーは、あ今日はいつも呼んでるニックネームマッキーって呼ばせてください、いや本当にマッキーは本当に頑張り屋さんで、いつも私にあれはどうしたらいいんですか、これはどうしたらいいんですか、本当にいつもいろんなこと聞いて本当にすごく素敵な女性です、うん、みたいなこう話をしだしはったんです、うん、もうすごく流暢に、でこうみんなこう俺隣陣内やったんですけど、まあずっと聞いてたんです、いや本当に本当に素敵なマッキーは本当に素敵な女性で、一度マッキーが
私何々さん好きな人がいるんですってこう来たんです。でもまだマッキーは若いし、まあいろんな人を見た方がいいんじゃないのって私は言ったんですけど、いや私はもうあの人以外考えられないって、すごく強いすごいもう曇りのない目で私を見つめて、あの人しかいないんです、運命の人なんですって言うんです。私はいやまだ若いからいろんな人と知り合った方がいいんじゃないの、いやあの人しか私は考えられないって言ったんですみたいな。えこれ結婚式ですから結末それがまあその信号ですよね。それにみんなが集ってるわけですから、だからまあ言うたら全員オチ分かってるわけですよね。で私がそう言ったんですけど、やっぱりマッキーは真の強い子で、それが今の新郎なんです。もう全員がでしょうねえ。で陣内も兄さんもう10分経ちましたよ、ありがとうね。いやでも本当にね、マッキーは本当にこんなことがありました。いや本当にすごくこうトラブルがあった時もこうやって本当に回避して、若いのに本当にしっかりしてるんですみたいな話があって、お陣内これマジか、お前105分経ってんだよ。いや本当に今日は本当におめでとうございます。あ、終わった終わった。でも結婚というのは本当に大変なことがあります。チャプター2入ったんだよ。もうシャンパンただの白ワインになってる。本当に私も先輩と知らせてください、結婚生活っていうのは本当に大変です。本当にいろんなことがあって、私も本当にいろんな努力をしてきました。マッキー私と約束してください。いや素敵な挨拶なんですよ、はい、素敵な挨拶なんですけど、まあ、時間がで、それは別にあの芸人さんじゃないですからね、もちろんですけど、そう笑いは一切取りに行きはらないから、僕らはやっぱりちょっとこう欲しがってしまう節があって、これは僕らが悪いんですけど、本当に結婚生活って本当にいろいろあって、でもね一つだけ約束してください、どんなことがあっても手をつないでください。本当に結婚生活意見が合わないこと、喧嘩をすることもあるでしょう。でもそんな時本当にしんどいと思いますけれども、マッキーそして旦那さん手をつないでください。おい陣内これ何や。いや本当に私もあの皆さんも本当にこの手をつなぐっていうのはもう3日間怠るともうお互い恥ずかしくてつなげなくなります。だから意見が合わないこと、大きな喧嘩した時も絶対に手を本当に今日はご結婚おめでとうございますみたいなんで、はい、終わった終わった言って、また乾杯してませんからね、ほんで乾杯の挨拶って、まあ、すごい挨拶こう短くて笑いもどうあってじゃあ乾杯みたいなのがあって、ほんでもすごい結婚式やったんですよ。ほんなら今度テーブルスピーチって言って、俺のところのテーブルを降りてきやって司会者の方がそこに高橋真麻さんがいたんですよ。高橋真麻さんいますんで、高橋真麻さんに一言まずはもらいましょう。真麻さんもいやもう私いいですそういうやつに真麻さんお願いします、じゃあ一曲歌います、いつでも二人はシンデレラ姉もドーン、短い時間でドーンとって、あ今度こっちにジュニアさんおられますんで、ジュニアさん一言お願いします。で本当に新郎新婦なんか奈良さんに聞くと、なんかドラマで共演されて、新婦に打ち上げに勇気振り絞って電話番号渡したら、それが向こうから電話かかってきて、そこからいやそれは俺とノリカの話やーって陣内が突っ込んで、でまあまあ笑いになって、やめみたいな、こんなめでたい席に陣内呼んですいませんなんでやねんとか言いながら、まああって、ほかにも芸人いっぱいおるから、あの野口こぶしの吉村が、こんなら久しぶりにで上脱いで脇鳴らしますって幸せなら手を叩こうパンパンって脇鳴らしてのは盛り上がって、ほんで最後も新郎のめちゃくちゃしっかりした素敵な挨拶があって、この度は本当にありがとうございました、ただいまより新郎新婦が皆さんおでむあのお送りするのに準備しますんでしばしお待ちくださいみたいになったら、めちゃくちゃいい曲流れて、今の結婚式すごいなことなんですけど、さっきまであったことを来てはるお客さんの名前バーってスタッフロールみたいに流しながら、めちゃくちゃいいメロディーに乗っけてスローでさっきまでの映像が流れるんですよ。同時編集してんねや、どこでこれやってあんねやろみたいな、マーサさんがふわーっと出たり、で俺がマイク持ってて横で陣内がわーっとか、吉村がわーっとか中にどうだあのもううちのテーブルドーラいろんな角度の2時間半前にあんだけネタ売ってたのこのためか思って、
やっぱりネタ振りはしっかりするべきやっていうね、お笑いの勉強になりました。結局そっちが受けたりしてしまうと。報道番組でよくあって中継とかあってね、はい、聞こえませんか、聞こえませんか、はい、ちょっと回線の具合が良くないようですね、一旦コマーシャル入れますとか、よく突発的なことが起きたりすると、電話回線もつながらないとか中継回線が無理だとか突発的に起きますよね。でそういうことはよくあるんですけど、僕なんかこう12年やってるとね、ふっとこう感じることがあるんですよ。例えばだいぶ前に女性記者がアメリカの西海岸ロサンゼルス郊外である事件があったって、こう記者として立っていらして、それを僕は振るわけですね、東京のスタジオから。それでは何々記者に伝えてもらいます。で僕もねちょっと長い振りがね、一個も癖なんですよやっぱりね。やっぱり例えばドイツのバーデンビルデンブルグ州の州都シュトットガルトのギルスベルクホール前に何々田中記者がいますとか、いちいち言わなくていいんですよ。言いたいんですね、自慢げに言いたいんですよ。 F1 の実況やってもね、レイトンハウスのマウリシロ・グーテルメンがコースアウトだとか言うのは、やっぱりアルバイトの子がもう F1 オタクがマウリシロ・グーテルメンってこのフジテレビの川田町で入れる前に俺は現場でつけたいとか、そういうことに必死になってきたから、大人げなくそういうこと長く振っちゃうっていうのもいけないんですよね。で長くねロサンゼルス郊外のどこどこのってね、どうでもいいのに振って、じゃあそちらから分かってる情報を伝えていただけますか、何々記者って女性記者がちゃんと喋ってくれる。でなんとなくディレクター通じてこういうこと聞くよっていうのはもうギリギリ5分前ぐらいとかに入れてるケースが多いですから、向こうもちゃんと、あそれに関してはですね、まだこちらの FBI が動く前のとかいろいろこう喋ってくるわけですよ。で2つか3つぐらいの問答を終わって、でもやっぱ聞きたいことって突発的に生ですから出てきますよね。でそういう時に打ち合わせなんかしてなくたって、そのくらい記者だから対応してほしいし、分かんないことはその辺については分かりませんってはっきり言ってほしいから、記者がプライド高いの分かってるけど、ついね意地悪でも何でもないから、あそれからですね、こちらの方に逆に情報が入ってきてるんで裏は取れていないんですけれども、ロサンゼルス市警の話によると一部容疑者がそちらの近郊に潜んでいるなんていう情報も入ってきてるんですが、そのあたりについて分かってますか何々記者って言うと、分かってますかって聞いた、ちょっと回線が悪いんですけど聞こえません、あまりにも素早い対応だから一瞬聞こえてるのかなと思うけど、聞こえておりませんって玄関に否定されるから、あ失礼だなと思って、じゃあちょっと一旦置きますコマーシャルですとかやって、それから半年ぐらい経ってまた同じ女性記者が、今度は国内なんですけど、国内であるまた事件がありまして、高速道路の近くとかに立っていて、それでは何々記者お願いします、そちら分かってる情報はって聞いたら、こうですこうです、えそれから一方でこういうことはどうなんですか、えこれはこうですときちっと話してくれて、でまた聞きたいことがです、かなり交通渋滞が起きているようですけど、そのあたりのことを警察はどういうふうに捉えてますか今の現状、ちょっと聞こえないんですけどこれはと思ってだってレスポンスが早すぎるしおかしいと思ったけど、大人げない対応取れないしいじったりできないでしょ、わかりました分かりました、どうもありがとうございましたって言って、でコマーシャル入ったんですよ。で僕は何気なくなんだと思った、半年ぶりに見たけどさ、あの人だいぶ老けてないって、私老けてませんよって聞こえてるんですよコマーシャルの間回線残ってんですよ、こういう人がプライド高いからあと2人いるんですよテレ朝にトータル3人知ってんですよ俺男らしいからやめてから言うんですよこういうことやめてないって言えないですそんなのは、ね、してるけど今だから言えるしてますけど、あと2人いるんや確かに。